皆様ごきげんよう。産婦養学校エミリーダイヤモンドジャパン代表のエミリーダイヤモンドでございます。皆様いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の動画は東京シティバレエ団の城滝達也先生と私たち姉妹の名付けて仲良し3人組によるトーク動画の続きでございます。我々3人の大好きな踊りをひたすら熱く語らせていただきました。小さな頃からずっと踊り続けてきて、現在ダンスの仕事をしている我々3人の笑顔いっぱい和やかな会話を楽しみいただけましたら幸いです。最後には城滝達也先生が特別に開講されている貴重なお稽古の情報もございます。どうぞチェックしてくださいませね。お願い申し上げます。この度も皆様に笑顔で笑っていただけるような動画を最後の方につけてますので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。楽しんでください。どうぞ。バレエもう世界中どこ行ってもさっきやった内容で、例えば最初は絶対プリエから始めるっていうのは、大体最初ストレッチとかはやるやらないはあるんですけど、でも絶対世界中どこのバレエ団行って、それはプロアマ問わずプリエからやるっていうことの意味ももちろんあって、で結構そこのあたりとかで自分のコンディションを測れたりはする。あの関節の動き今日ちょっと悪いなとか、体こわばってるなとか、それこそちょっと今日順番の覚えが悪いぞねみたいなのはあるんですよ。やっぱそこでも逆に同じようなことを日々やっているからこそ、自分のこのコンディションを測ることもできるし、そうね、いつもねやってることが自分をやっぱりこう、そう、知ることにもなるし、城滝先生にとってバレエは一言で言ったらもっと前いらして前いらしてよいしょよいしょ言われたことないな。バレって何？僕のっていう人間を伝える一番わかりやすいスキルですかね。なるほど。スキルというかそういう形。あ、すごい。多分それは自分のアウトプットする踊りもそうだし、今そうやって伝えるっていう仕事も含めて。ほぼほぼ大体それを僕を理解するしたければ僕のバレエをまあ見るか、確かに受けるかすると結構わかるかも。いやほらそれってほら僕に限らず踊りってその人の本質が出ると思うんですよ。やっぱりあ真面目なのかなとかちょっとせっかちなのかな踊りが早いとね、せっかちかな、あのんびり屋さんなのかなとか、まあ、それがね時としてメリットあったりデメリットって、まあ、そこって表裏一体なと思うんで、はい、ちなみにエミジンさんちょっと、ね、せっかちすごく急いじゃうんですよ。ゆっくり回しましょうって足言ってね、ぐる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 ですごく力が強い私だから痛いし速いしで、ずっと同じことができるから故障型なのかな。故障じゃなくて故障しちゃう方、壊しちゃう方、故障かなって思うんですけど。でもそれってこう取りようによってはパワフルさにつながるので、そうポジティブな方に行きたいです。ありがとうございます。でもちょっとね結構ほら落ち着いてる2人だから、その落ち着いてる2人を眺めていたり想像してるとなりきってゆっくりできる私状態、私エリサみたいな感じでできるのはすごくいい感じだなと雑な言い方ね。でもいい日だったな本当に、おかげさまでね。みんないい汗かいてたしね、おかげさまですごい集中してた。そう、集中力すごいね、うん、なんかやっぱり初めての方も、頑張って集中して久しぶりにあんなにものすごい集中の目でいられるって普段別に教えてる時もそうじゃないわけじゃないですけど、なんか1ミリも何かを逃さないようにしようっていうのがこれはね、ありがたかったですね。私たちもねそういうお姿も見られて、でも確かに1ミリも逃すまいと思ったのと、あと気になってたところがもう事前に一応ピックアップ私してきたので、そこもあと自分が練習して馴染んでいけるようにできればいいなと思って。最近見たバレエの漫画だったか、ちょっとそういうのでバレエとか他の踊りもなんですけど、決まった型ってあるじゃないですか、
そういうものを取得するっていうのは自分のもう本当骨だとか血とか肉にこうするぐらいそういう取りを体に取り入れていく作業だってやっぱり言ってましたね。確かにそうやって自分の先生についてたなっていうのは思い出す、うん、もし先生が日本にいてくれてたら今でもずっとそうしてるけどちょっとそれが叶わなくなっちゃったから、うん、でもそういう風にやってたなっていうの今の言葉でちょっと思い出した。もうね、脳も目も全部使って、もう目が真っ赤になってもうパニックになってるんでしょって。それだけ夢中になれることって本当に貴重なことだし、そういう時間をねやっぱり与えられて過ごしていいよっていうのは本当に幸せなことだから、うん、ありがたく使わせてもらって、でもよくこの3人また再会できて出会えたのが嬉しいなと思って、ドンのポーズからお伝えしております。ご存知皆様ドンのポーズですよ。よろしいかな皆様、これね、ね、いろいろ調べてくださいね。じゃあこれから一回止めるやつに。ジョタキ先生のレッスン情報は、はい、僕のクラスはまず火曜日と金曜日クラスというのがありまして、うん、火曜日はお昼間のクラスでして、月2回、時間の方が1時から14時40分まで、うん、計100分間です。で金曜日の方に関してもこちらも月2回で、時間の方が19時から20時40分、こちらも100分です。はい、はい、城滝先生のお茶の水の教室です、はい、私が主催しています。チラシ見たこともあるかと、見たことある方もいるかどうかわからないんですけど、城滝バレアスという私のスタジオを去年ですね。ありがとうございます。なんかなかなか最近パッてこう、ね、いつだっけっていうのがね、あっという間に、ね、そうね、時間過ぎるなあっという間過ぎて出てこなかったんです。あのそちらの方が、毎週こちらは月曜日の夜7時20分から20時45分ですね。こちら開講しております。毎週こちらね、場所の方がお茶の水の方にあります。利用できる駅はあと神保町とかも使えますので。もしねご興味ある方いましたら、城滝バレアーツとちょっと検索をしてみてください。城滝先生、これご自身で作ったんでしたっけ？あ、はい、すごい素晴らしい、ね、素敵な、まあね、自分でスタジオやるからね、ちょっと自分でいろいろデザインも含めて本当にすごいと思います。やってみようと思ってね、ちょっとまあ素人に毛が生えたみたいな感じの出来になってしまったんですけど、おしゃれでね、はい、よくわかりやすいまとまってて嬉しい。これはそうで、僕自身が、まあ、フランスのパリにちょっと留学していたこともあって、ちょっとパリの街並みとかをちょっと写真に入れさせてもらいました。素敵ですね、本当に一人の、ね、バレエダンサーがここにいるっていうまでに本当にご両親の素晴らしい応援と力があって、でまたこの方が頑張って、ね、本当に頑張ってここにいてくれるので、家族の力の賜物です。ご家族の皆様ありがとうございます。ね、興味がある方はぜひ城滝先生のクラスにご連絡はホームページよりできますので、お待ちしてます。はい、お待ちしております。ここにも載っけときます。バレーモダンの方もお待ちしてます。概要欄の方に城滝先生の情報を載っけますので、ぜひ皆様ご検索ください。皆さん楽しくお待ちしてますので、楽しく踊りましょう。では今日は体験会、先生本当にありがとうございました。お疲れ様でございます。皆さんもお疲れ様、お疲れ様でした。またではお会いいたしましょう。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。仲良し3人組おまけ映像、おまけ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 、
皆様いかがでしたでしょうか。おまけ動画、私たちの素顔お楽しみいただけましたか。城滝先生や私たち姉妹をダンサーにするために大事に育んでくれて、誰よりも一番近くで全力で応援とサポートをしてくれた私たち3人のそれぞれの両親たちに感謝をいたします。親って偉大だなとつくづく感じております。そして私たちを信じてお稽古に打ち込んでくださいます生徒皆様にも心より感謝申し上げます。ありがとうございます。城滝先生もご視聴と YouTube のご出演改めて本当にありがとうございます。今後ともご視聴のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。さて次回はダンスパフォーマンスの動画を久々に投稿したいと思っております。次回もお楽しみいただけましたら幸いです。本日も皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またお健やかな毎日をお過ごしくださいませ。またお会いできますように。本当にありがとうございました。ではまた次回失礼いたします。